現在岡山県にある IPU 環太平洋大学サッカー部監督の桂秀樹です。J リーグが25周年ということで、25年前のちょうど5月の今頃の開幕が5月16日でした。横浜フリューゲルスというチームに所属して、開幕戦市民球団であった清水エスパルスとの昼の試合でした。すごく観衆が入ってて、入りきれないお客さんが近くのマンションから試合を見てる、そんな状況でした。キックオフセレモニーがあって、ヘリコプターから試合球がグラウンドに落とされて、色鮮やかな風船が空に舞って、キックオフのカウントダウンが行われ、キックオフのホイッスルが鳴らされました。その試合で僕は後半の56分からピッチに入り、勝利に貢献したことを今でも鮮明に覚えてます。当時はもう無我夢中で、ボールを追っかけていた記憶があります。その試合勝利に終わり、選手スタッフ関係者でみんなで、ロッカールームの中ですごく喜びを分かち合った、そんな気持ちが今でも鮮明に残ってますし、それを思い出すとまた当時のこう気持ちに帰っていく、そんな気持ちになります。印象に残った試合は、ちょっと何年か、何の試合かはちょっと忘れたんですけども、国立競技場でヴェルディ川崎と試合をした時のことですね。国立が超満員で、5万人6万人近く入ってた中で、最後 PK 戦になって、その PK を蹴って、決めた、試合です。勝ったかどうかまでもちょっと忘れてしまったんですけども、すごい国立、憧れの国立で試合ができたこと、その国立が満員だったこと、そこで試合ができたこと、その印象は強く残っています。日本全国にサッカーが広がっていったこと、それから子どもたちが身近にプロの試合を感じられるようになったこと、それから世界を身近に感じられるようになったこと、それが J リーグができて一番変わったことなんじゃないかなと感じています。これから週末の J リーグの試合の非日常空間と、また日常でもサッカーが語られる、そういう文化としてサッカーが日本に広がっていくことを期待していますし、少しでも力になれたらなと今は考えています。大学でサッカーを教えていますが、大学のチームを強くすること、選手を育てること、学生を育てること、そして日本に貢献すること、日本サッカー界に貢献すること、そういったことをこれからの目標にして日々歩んでいきたいなと思っています。の94年の1月1日元旦で優勝した時のユニフォームだったと思います。
1993年の天皇杯、このユニフォームで戦って、初めて、フリューゲルスが天皇杯優勝した時のユニフォームですね。これを着て試合をしてました。